6ヶ月で結婚を決めたいならプレシアへお任せください。オンライン完結なのでスピーディーに結婚へ導きます。詳しくは概要欄をご覧ください。どうもこんにちは、プレシアの木島です。今回は成婚大会が決まったプレシア会員の N さんとお話をしました。 N さんは10月11日にプレシアに入会されて4月9日に成婚大会となりました。活動内容としては合計5名に申し込んで12名の女性とお見合い、そして4名とプレ交際に進展となりました。 N さんの婚活は6ヶ月とね、本当にあっという間だったんですが、 N さんはお仕事がこれから忙しくなるぞっていうことで婚活スタート時期を少し迷われていらっしゃったんですよね。それでも忙しくなる前に婚活をする決意をされて、見事6ヶ月で結婚を決められていきました。で、仕事が忙しい、これから忙しくなることを理由にですね、婚活を先延ばしにしてしまう人が非常に多い中で、 N さんはなぜ入会を決意されたのでしょうか。インタビューの中で教えていただきましたので、ぜひ続きをご覧ください。本日は N さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速なんですけど、まず、入会前の気持ちを教えていただけますか。今回その入会するにあたって、一応こう昔彼女とかいたこともあるんですけど、今までその彼女とかいた時の方が仕事とか私生活とかいろいろ身が入ってたなっていうことがあって、そういったところで、ね、新規一点じゃないですけど、まあ、そういったこともあってちょっと今回結婚相談所入会させてもらおうかなっていうのは、まあ、他にも理由としてはこう年齢的なところですとか、まあ、ちょっと職場の恋愛とかちょっといろいろとこうまあ面倒そうかなとか、なんかそういったところもあったりして、身元がしっかりしてる方が多かったり、あと自分の年齢的にもこう近い方がいらっしゃるところが多そうっていうところで結婚相談所の方を考えたっていうところですかね。じゃあ社内恋愛はちょっといろいろ面倒くさそう。まずあの N さんあれですよね、入会前に確かあの職場に配属したてじゃないですけど、これから仕事が忙しくなりそうみたいなタイミングだったと思うんですけど、はい、なんかその忙しくなりそうなタイミングよりも前の段階で入会を決めていただいたお気持ちとしてはどういったところがあったんでしょうか。忙しくなりそうっていうところでちょっとまあその不安もあったんですけど、忙しくなる前のちょっと前の段階くらいで、なんかこう、いまいちこう、仕事に身が入らないなっていうところをちょっと自覚してたところもあって、で、そこでこうちょっと振り返ってみると、やっぱりその彼女とか行った時の方が、逆に身が入ってたかなっていうふうに思ったっていうのもあって、両立するの難しいかもしれないけど、年齢的にもいい機会だしっていうところで、このタイミングで考えるのがいいかなっていうところでした。これから仕事が忙しくなりそうだけど、でも恋人がいた方がなんかより頑張れそうだから、そうですね、あえて飛び込んでみたみたいなお気持ちですか。はい、数ある結婚相談所の中でプレシアに入会しようと思った決め手って何だったんですか。もともとその木島さんの YouTube の方はよく見ていて、はい、まあ、ちょっとこう具体的になんかこうどういうところっていうのはちょっといまいちもう今思い出せないんですけど、結構いろいろその内容を見ててこう結構共感できるところとかは多かったような印象があったっていうのが一つと、あとは確かその僕入会したちょっと前くらいから、なんかそのプレシアさんで募集再開をし始めたところだったかなっていうのもあったと思うので、なんかそのあたりでこうちょうどタイミング的なものも重なるちょうどいいタイミングかなと思って一つ検討するきっかけにはなったと。ですかね。ちなみにプレシア以外の相談所さんと比較したりとか話聞きに行かれたりとかってされました。そうですね、まあ、お話を直接聞きに行ったりはしてはいないんですけど、同じように結婚相談所関係の運営をしている方の YouTuber とかをちらっと見たりしたことはあったくらい で、やっぱりそういったところと、はい、そういったのをちょっとまあ簡単な比較するくらいで、やっぱりそのプレシアさんだとデータに基づいたやり方とかをやってるっていうところがまあ印象的だったかなっていうところで最終的には選んだっていうところだったね。実際にプレシアに入会してみて、そのあたりのサポート内容とかっていかがでしたか。まずそもそも入会前の段階で自己価値診断チェッカーでしたっけ、はい、なんかあれでこう自分のその客観的な立ち位置っていうのをある程度点数化してくれるっていうのはすごいなんか分かりやすいなっていうところでしたし、まあ、それと対応してこう自分がこうどういったこと、はい、あとお相手に求めるものをこう入力するとお相手の方もあった、うん、こうなんか大体の相手分かるっていうところで、そこでこうちょっとギャップあったりするっていうのは意外とこういいサポートかなっていうのは思ったんですけど、実際にその入会してからもいただいたマニュアルとかを参考にして会話のテーマ選びをどういったものにすればいいかとか、あとは実際にその仮交際になった後の進め方などそういったところがすごく参考にすることができたかなっていうようなところですごく良かったかなって思いますね。じゃあサポート内容もしっかりと数字に基づいたりとか、あとは自己価値診断チェッカー活用したことで進めやすかったっていうこと
ことなんですが、 N さんですね、自己価値診断チェッカーしていただいたところの69点っていう点数が出たと思うんですが、この点数聞いて高って思いました、それともちょっと低いなって思われました？正直に申し上げると意外といかないなって思いました、はい、個人的にはもうちょっと高いかなとか勝手に思ってたんですけど、まあでもそれで69点で出て、まあ、今おっしゃったように N さんが希望する女性の条件を当てはめて、こう女性の点数も出たじゃないですか。でそうした時に、あ、こういう女性に申し込んだらお見合い決まりやすいのかっていうのはなんとなくそこで把握していただいたような感じだったんですか？そうですね、やっぱりそこでこうある程度は把握したかなっていうところですかね。実際にこう活動スタートしてお見合いなど申し込んでみていかがでした？お見合い申し込んだりとかお見合いしてみての感想。そうですね、お見合い、まあ、申し込んでみてやっぱりその事前 その診断チェッカーで点数つけてもらったところのこうやっぱちょっと上下のあたりでこうちょっと複数に申し込んでみましたけど、はい、やっぱりそこでやっぱお見合いしやすいのは点数通りのところか若干下のところの方とお見合い成立しやすかったなっていうところであったり、あとは実際にそのお見合いいざ始まってみてからもう、身の丈に合わない感じの人とお見合いした時はあまりやっぱり意外と盛り上がらなかったりするかなっていう時はあったりしましたかね。N さんは、現在31歳で、お相手の女性は28歳だと思うんですが、活動スタートされたのが10月11日で、成婚決まったのがおそらく4月の9日、丸々6ヶ月で結婚決まったかなと思うんですが、彼女に対して結婚を意識した瞬間ってありました？あまりこう明確にこの瞬間っていうのがなかったんですけど、もう最初のお見合いの段階から結構、割と特に向こうの方が結構、ちらほら、素の部分がちょっと見え隠れするようなことがあって、なんかそのあたりにすごくまあ面白さというか愛らしさというかキュンとくるものがあったのかわからないですけど、そこで結構まず仮交際進もうっていうふうに思ったりしたっていうところがきっかけで、実際その交際始まってからも、まあ向こうのその素の部分もどんどん出していただけるし、僕もそれに対応して出せるしっていうところで、やっぱり一番はその居心地がいいなっていうのを徐々に徐々にこう感じられてたところがその決め手になったのではないかなっていうところだと思います。ちなみに素の部分が見え隠れしたっていうのはなんか具体的にどんな感じだったんですか？ね、でも先ほど言ってもらったように僕よりもちょっと若めで、ちょっと外見もすごく清楚なお嬢様みたいな感じの、おしとやかな感じなのかなっていうふうにお写真見た時と実際の第一印象思ったし、今もそう思ってるんですけど、でそのなんかお話ししてみると、あの特に最初の方はやっぱり、まあ、どんな方でもやっぱり丁寧な言葉遣いでこうお見合いスタートして仮交際になっても大体そういう風になっていくとは思うんですけど、結構最初の段階からなんかこうたまにこうヤバーとかちょっと若者化することができない、なんかそういったところのこう日常がこう感じられるようなところの言葉遣いですかね。特にその悪い言葉遣いではないんですけど、なんかそういったところがすごくこう親近感も湧いたし、ちょっとこうよく見せようと頑張ってくれてるのかなみたいな、そういった愛らしさ、そういったところに来たものがあるのかもしれないです。いいですね。お写真だったり第一印象は、まあ、その清楚だったりお嬢様みたいな感じだったけど、たまに出るその素の部分が可愛いなとか、ね、頑張って言葉をね、あの選んでくれてるけど、なんかふとした時にそういうのが出て、なんか N さんとしては、あ、なんか素の部分見せてくれて嬉しいなっていう気持ちになったんですかね、お見合いの時。そうですね。いいですね、それは確かになんかイメージがつきます。素を出してくれて嬉しいですよね。そうですね。プレシアでの活動って丸々半年だったと思うんですけど、この中でこう思い出に残ってることって何かありますか？じゃあ最初そのポジティブな方からいくと、こうあの担当のカウンセラーさんと毎月こう面談させてもらったと思うんですけど、仮交際後半とか新結婚祭に入った後とかに、こう結構あまりこう友達にもこう言わないような感じのこうちょっとこういうことあったんですよみたいな話をこうちょっとさせてもらったのがすごく楽しかったかなっていうふうに思いますね。おー、なるほど。友達には相談したりとか、進捗連絡しないところを、まあ、できる人がいたっていうことですね。そうですね、まあそう、はい、友達にはもうまだちょっとあの言ってない、終わる手前くらいでちゃんと報告しようかなとか思ったんですけど、はい、そうですね、なんかそういったところをこう話せる相手がいるっていうところはすごく良かったかなって思います。
ネガティブな面っていうとあれですけど、こうやっぱりそのどうしてもこの仮交際期間中は複数人と同時並行するわけで、うん、でやっぱりどうしてもこう最終的には一人の方を選ばないといけないから、こう誰かお断りしないといけないっていう風になる状況、結構なんか そこにすごくちょっとこう個人的にあの抵抗がすごくあって、うん、あ優しいですね、こうどんどん受けるのはいいんだけど、はい、どんどんこう成立させていくのはいいんだけど、終わらせる方にすごく抵抗があってっていうところで、うん、はい、ちょっとカウンセラーさんの方と結構相談をさせてもらって、終わらせる時の後押しを結構させてもいただいたところがちょっとこう印象多いかなっていうところです、はい、めちゃくちゃ優しいんですね。じゃあ断る方がなんかあの気持ち的にざわざわしたりとか気づかれした部分があったんですね。N さん本当に丸々6ヶ月で結婚を決められたわけなんですが、まあ、今回その6ヶ月っていう短期間であの結婚が決まった勝因ってご自身の中でこれかなっていうものってあったりしますか？いくつかあるんですけど、まず一つはやっぱその活動を始める前に大体の自分のその立ち位置、どういった方とこう成立しやすそうかっていうところがざっくり知れたっていうところが良かったかなって思います、ね、であとその他はプレシアさん結構 LINE の方で定期的にそのカウンセラーさんともやり取りできるし、自分が送ったらすぐ結構時間そんなに経たずに返答返ってくることも多くて、すごい相談しやすい環境ではあったかなっていうところもまあ一つかなと思います。あとは今回のその婚活という活動でその複数人と一緒に交際するっていうのがまあ普通だったらなかなかできないことだと思うんですけど、貴重な経験のですね、はい、それが逆にこうなんだろ こう自分がどういった方と会うのかどうかとか、どういった方と長続きしやすいかっていうところをすごくこう短い時間でどんどん成長することできたかなっていうところが、その短期間で成功にできたところにつながってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。確かにそうですよね。日常生活で急に 2,3 名の女性と結婚を意識しながらデートするってなかなかない場面ですね。そうですよね。お互い真剣だからこそちゃんと結婚のことも考えながらお話ししたりデートするので、みんないい方なんですけど、その中でより自分に適している方とかお互い居心地がいい相手を選べたのが婚活だったということなんですね。そう思います。最後に結婚相談所での婚活を検討している方へメッセージいただけますでしょうか？どういった相談所を利用するにしても、まあ、ある程度あの初期投資はかかってくるとは思うんですけど、そういった初期投資以上の、まあ、メリットっていうのは、絶対あるかなっていうふうには思うんですよね。今回のその最後の、先ほど言ったばっかりのその複数人と同時交際するっていうところで、こう自分がどういった人と会うかっていうところはなかなかこう経験できないことであるし、そういったところでこう、うん、仮にその相談所で見つからなかったとしても、また別のところで見つけることができる力になるとは思ったりするんで、そういったところですごくメリットのある、場所かなというふうには思います。あとは相談所で婚活をするっていうと、恋愛感とかないまま結婚に至っちゃうんじゃないかみたいなことを思ってる人意外と多いのかなというふうに思うんですけど、実際その僕成婚させていただいた方とそういうの全くない感じで、むしろ全然あると思っていますはい、成婚まで至らせていただいたので、そういったところの心配はしなくてもいいんじゃないかなっていうような印象は、はい、実際にやってみて思いましたね。なので、はい、本当にその結婚っていうのを考えるんだったら、相談所の力借りるっていうのは一つの手なんじゃないかなっていうふうに改めて思いました。素晴らしい。私が言いたいことを全部言っていただきましてありがとうございますなんか結婚相談所での婚活ってドキドキとか恋愛みたいなワクワクがないまま、うん、なんかこう頭だけで考えて進めるのかなって皆さんイメージしがちなんですけど、はい、そういったことはなくて、出会いの場として結婚相談所を利用するだけであって、その後やっぱりこうお互いの信頼関係とか好き同士になるっていうのは、まあ、一般的な恋愛とほぼ変わんないですよね、きっと。そうですね、実際にそう思いました、ね、じゃないと人生が大きく変わる結婚って決意できないと思います。恋愛感の、ね、ドキドキがないと。そうですよね、Nさん。はい、本当になので皆さんもね、恋愛でドキドキする感情を結婚相談所での婚活でもしていただけるということでご安心ください。では本日は N さんたくさんお話聞かせていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。